はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。今回はファミコンリミックス1総集編ということで、私がファミコンリミックス1の実況をした32本の動画全部見直しまして、厳選したシーンを約20分にして、お届けしたいと思います。で、今回、その総集編と一緒に、私の今回の収録で撮った記録、それを、レコードロールっていうボタンがあるんでね、それをちょっと見てもらおうということで、総集編と一緒にそのレコードロールも一緒に見てもらうという、企画でございます。なのでファミコンリミックスを持っている方はね、このレコードロールの、エンタの記録を見てもらって、自分の記録とこう見比べていくっていうことができますので、ぜひ、ファミコンリミックスを持ってるって方はね、見比べてみてはいかがでしょうか。それで程度が知れると思いますよ。僕のゲームの、レベルというかそういうのが計り知れると思いますので、ぜひ、見てみてください。もちろんその総集編の方もね、僕はもう本当にいいシーンをこう全部厳選しましたんでね、そちらも見ていただきたいと思っております。さあ、では行きましょうか。ファミコンリミックス1の総集編でございます。2の総集編は明日公開しますのでね、2の総集編の方もぜひお楽しみください。ではファミコンリミックス1総集編スタート。はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。今回から新シリーズということで、ファミコンリミックス1プラス2という Wii U のパッケージソフトをやっていきたいと思います。ペッペッペーンウェーイという音ね、バルファイト、トントントンっていうね、懐かしいな。デレッテンダンダンスダンスダンダンス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 、うるさいね。あの輪に降りてくれんとな。そっか、誘導させなあかんのか。ここおるよ、ドンキー、ここおるよ。めっちゃ近寄るやん。ズームしすぎやって。地デジ対応じゃないよあれ。その調節難しいね。調節が超絶難しいねっていう、ラッパーみたいな韻の踏み方をね、ジャパニーズラップシーンに新風を巻き込むような韻の踏み方怒られるわ。おい、何ちょっと一時停止してんの。警察おるか、一時停止止まっとこうみたいないや、一時停止はちゃんと止まらないといけないですからね、何の話してんだっていう、何をやってんだエンタっていう話です。聞かなかったことにしてください。あ、これはあかん。1回目のジャンプでね、2個取らんとあかん。そのタイムアタッカーとしてあかん。誰がタイムアタッカーやん。誰がタイムアタッカーやん。あー、イン攻めすぎた。イン攻めすぎたってない。レースゲームみたいな表現。よし。あー、アウト攻めすぎたよ、今度。あーしか言ってないもん。もうリアクションのパターンがないんだよ、こっちも。リアクションの引き出しも空っぽだよ。危ない。あ、サッカーな、サッカーな、サッカーな。サッカーな、サッカーな関係ない、サッカーな関係ない。うまい、今の、
今の避け。むずいなこれ。普通に止まるか上で。上で止まろう。何あれ。何今の。あおい緊張しすぎや。危ない危ない。おい。あかんやろこれ。あかんで。ゲーム実況者を語れへんな、こんな。こんなプレイしとったらあかんわ。100歩譲ってあのゴールやな。ただでさえ視界が悪いから。おい。おい、同じパターン。同じパターンを2回やる。同じパターン3回目。3回目って言われる。やまねーって。無敵なのに。無敵なのに落ち。無敵なのに落ち。下手にも程があるやろ。なんか自分で笑いが止まらなくなってくるわ、ほんとに。オッケー。これは脳使うわ。脳トレより脳使ってる感じするもん。別に脳トレディスってるわけじゃないですよ。ディスってるわけじゃないけども、川島隆太教授には申し訳ないんですけども、脳トレより脳使ってる感じするわ。使いこなせるならこれを授けよう。ありがとうございます。おー、いった入った。しゃー入ったよ。2秒後、レインボー来た。やったねー。こっで、はい、オッケー、いった。うまい、これうまいよ。レインボー来たでしょ。レインボー来ない。あら、そう。辛口やな。お前ピーコのファッションチェックか、ほんま。妖精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 を爆死させようとして。5つ目のトライフォースを取ろう。上鳴らすー。オッケー。糸を引き出そう。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。はい。これ10ドル払ったらどう？ 10 ルピー。これでは言えないよ。あー、どうさ。好奇心が僕をそうさせたんです。ごめんなさい。雲流し屋さんみたいな人いるんでしょ？画面の端っこに。はい、雲流すよ。はい、今。そっちも早くっつって。言ってるんでしょ？きっと。雲流し屋みたいな人が。お前流すタイミング遅いんだよみたいなこと言って、現場監督みたいな人が言うんでしょ。威張り散らして威張り散らしてってコンドル、コンドル来い。乗った。よっしゃ。16秒。早い早いよね。これだと万が一の時にこうやってなるんで。え、レインボーじゃないですか。そうですか。テンションガタ落ちですよ。もうレインボーの口になってた。レインボーの口ってない。レインボーの口なっとったわ。今日餃子にしようかって言われた時のその時の餃子の口みたいなことね。レインボーの口になってた僕今。レインボーの口だったな僕は。ゴールしよう。ゴールするぐらいでね、簡単ですよ。なんすかなんすか。モザイクかかってますよ。そんないやらしいこと僕してないですからね。僕はそんな画面の奥でいやらしいことなんかしてないですから。してないですよ。なんもいやらしいことしてないです。もうマリオで何をいやらしいことしろって言うんですか。まあ、某なんちゃらマリオってありましたけどね。
エンタママリオっつうのはありましたけど、そんなにね、このステージでできないですから。エンタママリオとかできないですからね。溶岩は別にどうでもいいんだよね。普通にだからこれピンボールやってるだけだからさ、結局同じですよ。普通に1万点取れっていう課題ですよ、こんなの。溶岩から下をね、手で隠しながらやればいいってことですよ。まあ、そうすると左手が使えなくなるんですけれども、まだ頑張ったよ、これまだ頑張った方。いかないか。なんだろうね、ゲームってなんだろうね。お前がゲーム勝たんなってね。何急に思い詰めとんねんっていう。来い来い来い、お前を老人形にしてやろう。 OK OK OK、 やめて。色っぽい声出たな。おお、そこなんもないとこでね、家のガレージ手前で事故るみたいなね、なんもないとこじゃんっていうね、そういうミスの仕方でしたよ今。オッケー、ホームラン、ホームラン来た、よーし、完璧やろこれ。これでね、レインボーなんか出なかった日にはね、もうグレるよ、うん、中学生ぐらいにグレる。オッケー、レインボー来た。調子いい、調子いい。これは素晴らしいよ。ほら、もう一回来た。おっしゃ。これ来た。これいったやろ。これもういったで。もうわしは何もせずとも行くで、これでいけるで、もう、ほんまこれでいけるわ。おいしゃ、いた。イエーイ、いいね、何もせんとこういける感じ、家賃収入で生きていけるみたいなね、そういうの素晴らしい。いやー、これは素晴らしかった。続けろよ、続けろよ。なよ、ほら、あの混み合い具合よ、本当初詣みたいなね、初詣みたいな混み方するでしょ、初詣の賽銭投げるとこみたいな混雑の仕方するの。ほら来た、なんで当たりに行ったんや。もう諦めてる、これ時間かかりますわ、これ。入ったし、入ったし、イエーイ、素晴らしい、素晴らしいな。ホールインワン保険入ってたっけな、俺。手に乗った、乗ってない、やばい、時間ない、乗ってない、時間がない、乗ってない、時間がない、乗った、コンドル来なさい、こっちいない。まあもうここぐらいまでね、ファミコンリミックスやってきた人はもうアイスクライマーとお友達ですよ、真のはもうアイスクライマーですよ、もうすでにもう皆さんもアイスクライマーですよ、ここまでファミコンリミックスやった人はね、それを僕は言いたい。未だにジャンプに苦心してるっていうね、どんだけ特徴的なジャンプなんだこのゲームは、本当に。ほら、登れてないもんね、感覚が合わないの僕と。田舎に帰らせてもらいます、本当にこんな感覚合わない人。お前なんで雲乗んねん、
乗る言ってないでしょ僕まだ。あー雲乗れんかったし、乗りたいやつには乗れんかったし、周遊バスみたいな、乗りたいやつに乗られへんな周遊バス。また乗れてないし、時間だけが一刻一刻と過ぎてくる。でコンドルがね乗りたい場所にいない。周遊バスやから、ね、周遊バスの旅かも。ほら乗れてないし、コンドル向こうやし、ここで待機してなさいって言ってんの。周遊バスやみたいな。乗りたないってまた。乗りたないのに乗せるやろ本当に。周遊バスか。何回周遊バスの話すんねん。周遊バス乗りたないやつ乗せへんわ。これがエンタのくるくるランドのやり方。真似していいからね。真似しないと思うけど、誰も真似しないと思うけどね。真似していいからね、これ。僕のじゃないからね。ぜひ真似してください。どうだ？変わってへんな、あんまり。もうクリアでええやないか、もう。星3つくださいよ、私に。どうや？まだあかんか。やっとや、やっとや、ほんま。ほんまに、恐怖に打ち震えとったら行くか行かんかな。罠罠罠罠で恐怖に打ち震えとったほんまに。サッカーのヘディングシュートミスったみたいな。トレーン取りきたい、トイレに行きたくて震える。西野カナかほんま、西野カナかほんま、いい加減にしや自分。おい、お茶。よし、おい、お茶。難しい、難しいって書いてる。難しいって書いてる。現代的金遣い直しなさいよね。そうそう、どうやったら緑のファイヤー消せんのこれ。こいつこいつ、木村ニートくん、ニートニートニートくん、ニートくん教えてくれよ。何を伝えたいんだこの人は。この人は言ってた、木村ニートやった。ユラさん無言。あ、ユラさん、ユラさん以前無言でしたよね。ユラさん無言って言ったの覚えてる。あ、何回だっけな、第何回、第8回ぐらいかな。ユラさんめっちゃ喋ってるやん。あの時の無言やったユラさんが、ユラさん無言めっちゃ喋ってる。ユラさんは無言。ここユラさんの投稿しかないんか。キラさん、ユータンクリア、ユータンにクリアしてもらった個人情報ダダ漏れ。ズドンクロスボンバーって何これ。プロレス系じゃないでしょ、クルクルランド。天意タフト、あれ天意タフトって何やろこれ、なんて書いてんじゃろ。天意タフトにしか読めへんねんけど、天意タフト。意味が分からん。天意タフト、新しい言葉が今生まれようとしましたね。天意タフト、まあ、ぜひ皆さん使ってみてください。ナス叩くよみたいな、ナスを叩きますよって。陽平くん、キノコ取ってこみたいな感じですね、うん。
お出かけですか、レレレのレってちょっとおもろいやんけ。ちょっと大喜利として面白い。立花兄弟誰やねん、誰やねんってね、そうやってひっくり返ってるのがマリオ。誰やねんってメガーって、ムスカ、ムスカ兄さん、この人変です、変なんです、そうです、私が変なおじさんです言わされた、言わされたわ。ピッチャーいっぱいおる、ピッチャーいっぱいやで、いすぎやで。目次、あ、ちょっと面白い、これ面白いな、これ面白いわ。ミーバース大喜利で一番面白いかもしれん、これ。火の玉の間に星がある、星が美しい、星が際立つ。ピーチ姫のラケットでかい。いつきくん2作目、はい、行きましょう。何でも要素ありってお話にならない。確かに、確かにそうだ。それは怒るよ。ぐんよりって名前やけど怒るよ。こうを使ったね、ああいう作文的な作品です。いきまーす、はい、おい。ポリデント、お前の入れたんわしなんじゃ。さあ、あの魚が、食べてくるあのステージ、あのステージのミーバースを完成です。さあ、私のミーバース大喜利、まあ、ちょっと字汚いですけども読んでみてください。はい、ドン。秋ナスは嫁に食わすなの縮図。ゴルフのステージのリミックス、ゴルフのリミックステージの、ミーバース大喜利、こちらです。はい、よいしょ。新スポーツ生誕。だから多分これゴルフでこう打ち上げたボールを一生懸命野球のユニフォームを着た人が取るっていうお話です。お話ですってね。お話ですってね。なんかあの雲がね、日本昔話みたいな雲だったから、なんかそういう書きたくなっちゃったね。